2014年の日本では、2014年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも、以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。ダメようダメダメ、集団的自衛権が、新語、流行語大賞の年間大賞を受賞した。税、17年ぶりに消費税が増税され、 生活環境などに様々な影響があったことから、道路鉄道航空9月19日20日の2日間に、渡り、ジャニーズ事務所所属のアイドルグループ、嵐の15周年記念として、ハワイオア・フジマ、ホノルル郊外でライブが行われた。青色発光ダイオードの開発に携わった赤崎勲天野博中村修二の3人が、 ノーベル物理学賞を受賞した。青色 LED は消費電力が少ない LED 照明の開発にもつながっており、明かりの変革とそれによる地球環境の保全に貢献したことが評価されている。流行語ユーキャン信号流行の対象以下に本年の受賞号を列記する。なお、肩書きや役職などは受賞当時のものである。 ファッションアベノハルカス春光解体文学、歌舞伎宝塚歌劇団ドラマ、笑っていいとも、の、終了アルタビジョンに映し出される、グランドフィナーレ感謝の超特大号の放送を眺める、人たちお笑いアニメーション映画、テレビアニメ放送会主月を記載 OVA、コンピューターゲームアーケードゲームテレビゲーム、携帯型ゲーム陶器、オリンピックパラリンピック陶器、オリンピックパラリンピックが、 ロシアの措置で開催された。日本からも多数のアスリートが出場している。野球サッカー、スモーケーバモータースポーツ誕生したことに、特筆性のある人物等を記載しています。それ以外については、カテゴリー、2014年生を参照してください。また、日本以外については、2014年誕生を参照してください。一部の出展の記事タイトルに、 伏せ字としている部分がある。ありがとうございます。